伊予宇都宮氏は、伊予国大須城の豪族。武前宇都宮氏六代の宇都宮頼房の三男で、伊予守護職に任じられ、大須を拠点とした宇都宮豊房に始まる。豊房は、宇都宮氏本家のある下屋国の宇都宮二ら、山の神社から大須に誕生し、その伊予の宇都宮神社に後に、下野都宮氏の摩擦なが奉納しており、 また、伊予宇都宮氏の菩提寺の白願い寺には、豊房の遺灰が残されていることから、芸屋の宇都宮氏と伊予宇都宮氏の関係の深さが、わかる。豊房には、子がおらず、筑後国大木にいた宇都宮康氏州の子で、伊予国北にいた、貞康の四男、宗康が、豊房の養子となり、伊予宇都宮氏を継ぐ。貞康は、その後、 武前宇都宮氏の本拠地の武前中津に移り、着市の義皇は、武前宇都宮氏に入り、義皇の次男の定久と三男の定国の二人の、息子は、畜後宇都宮氏となる。ただし、近年の研究では、宇都宮康志州を、伊予宇都宮氏の祖として、元王年間には、着男の宇都宮定宗が、伊予守護に任ぜられたものの、鎌倉幕府の滅亡でその地位を失って、代わりに、 弟の貞安が台頭したとする見方が有力である。伊予宇都宮氏は、宗安以降、大津を本領として、戦国時代を迎えた。しかし、豊風間の第二、毛利氏との構想によって、毛利氏の伊予出兵を招き、敗れて、伊予宇都宮氏は断絶した。豊房の菩提寺及び墓所、愛媛県大洲市五郎の白願い寺。海名、白願い寺殿の次章一万神代古寺。 また現代の苗字統計で、宇都宮さんが一番多い都道府県は、愛媛県である。ありがとうございます。